こんにちは、翔太です。今回なんですけど、また雑談の動画となります。まあ、先日ですね、 ICL ですね、私受けようかなというふうに思っていたんですけど、ちょっとですね、そちらで少しトラブルというか、どっちかというと私がトラブルを巻き起こしたのかなと思ってるんですけど、ちょっとあまりですね、ICL をした後の見え方ですね、っていうのがなんか思っていたのと違うっていうところで、ちょっと一回考え直してきてくださいっていうところで、一回帰ってきて、今日に至ります。で、今日は日曜日だったのでちょっと連絡できなかったんですけど、明日ですね、月曜日になったら病院が開くんで、ちょっと連絡取ってみようかなと思ってますね。私、ちょっとまだ考え中ですけど、一応今のところは受けようかなっていう風な気持ちでいます。で、ちょっと私あの後いろいろ調べていて、私の主にその見え方がパッとしなかった原因が乱視が原因っていうところがあって、この乱視ですね、なんか物がブレて見える、二重になって見えるとか、そういう感じの現象のことを乱視っていうみたいなんですけど、近視とか遠視とはまた違ってですね、なんか目の形が少しですね、いびつになっていて、って言い方は良くないかな、綺麗な球じゃなくてちょっと楕円みたいな感じになっていて、それで、ちょっと線がですね、二重に見えてしまうとか、そういった現象みたいで、私ですね、こちら、乱視がかなりひどくって、ICL した後もですね、そんなかめちゃめちゃ良くなるわけではないよっていう風に言われました。で、私はですね、一番多いタイプの乱視、縦の線が入っているっていう風に言われて、ちょっとどういう状態なのか私にはあんまりよく分かっていないんですけど、そういった乱視の持ち主に、なっておりまして、こちらなんですけど、基本的になんか、将来的には治っていく、少し治っていくみたいな、感じみたいなんですけど、その際に、その治っていった先も考えると、あまり強すぎる乱視の矯正っていうのはしない方がいいですよっていうので、アドバイスいただいていたんですが、乱視の値ですね、っていうのが、だいたいマイナス5ぐらいまで数字としてはあるんですけど、私昨日ですね、言われたのがマイナス 4.75 っていうふうに言われたんですね。で、この値が、何の値かあまりよく分かってないですけど、乱視の、進行度というか、乱視の強さがマイナス 4.75 というところで、一応値がマイナスに大きくなればなるほど乱視がひどいですよっていう風な指標になっています。で、2超えるともうやばいらしいですね。2超えたあたりから結構な乱視らしいんですけど、私はマイナス 4.75 って昨日言われて、で、その ICL のレンズ自体は、矯正できるのがマイナス 4.5 まで、っていうふうに言われておりまして、あと 0.25 足りてない分は、年を取ると、少しマシになっていくから、いいんじゃないか、別にそこまでやらなくてもいいんじゃないかっていうふうな説明を受けたんですけど、そこは納得したんですけど、よくよく考えてみたらですね、私ですね、一応、昨日の、検査を受ける前に、一回 ICL がそもそもできるのかっていうところの検査をしに行ったんですけど、その時に測った乱視はマイナス3とか、ひどい方がマイナス 3.5、 右目の方がひどかったんですけど、マイナス 3.5 だったんですよ。あれ、メガネの値書かれたんかな、ちょっとわかんないんですけど、一応その時の記録を見たらマイナス 3.5 って書いてあって、で、私のメガネもですね、マイナス 3.5 とマイナス3っていう風に、メガネの乱視の欄を今2年前ぐらいに買ったやつなんですけど、見てみたらそう書いてあって、マイナス3台じゃないのかなっていう風にちょっと個人的に思ってます。で、昨日はですね、ちょっとそんな今の自分の乱視の値なんて全然覚えていなくて、コンタクトだととりあえずもう作れない領域っていうことだけ覚えていたんで、コンタクトではもう作れませんっていう風な話はしていたんですけど、なんか 4.75 って言われて、あ、そんな高かったんだって思って、昨日は帰って、今日
あのいろいろ資料とか過去の資料を見ていたらマイナス3、高い方でマイナス 3.5 って書いてあったんで、いやそうなるとあの前回の検査を受けたのが半年前なんで、半年でめっちゃ増えたのっていう半年でマイナス 3.5 からマイナス 4.75 になったのかなってすごい不安になってきました。で一応昨日ですね、あのその昨日はマイナス 3.5 とか全然覚えてなかったんで、あのまあ、20代とかでですね、結構、まあ、20代30代とかで、まあ、卵子って悪くなっていくものですかっていう風に、聞いたらですね、まあ、そんなに悪くなるようなもんでもないって話だったんで、まあ、この半年でマイナス 4.75 になるっていうのはなかなか考えにくいんじゃないかなって、個人的には思っています。で、まあ、ちょっとこれをこの話をしだすとですね、また嫌な客になっちゃうかなっていうふうに思っているんですけど、私もですね、まあ、結構な70万近い金額を払うっていうところもあるんで、あの、まあ、ちょっとはもう、ね、許してほしいという気持ちの中、明日ちょっと電話で突撃しようかなっていうふうに思っていますね。ちょっと昨日、前回のマイナス 4.5 とか 4.75 は何の話だったんだっていうのが個人的には気になっていて、いや、この半年でそんなに変わるようなものであれば、あの、今 ICL やるのすげえ不安になっちゃうんで、そこの確認をした上で問題なさそうであれば、いや、私、もともと昨日帰らされたのは、あなたの卵子は 4.75 で、卵子の矯正は 4.5 までしかできないですよ、どうしますかっていう風な感じで帰らされたんで、昨日、いや、私の卵子が 3.5 なんだったら、別に全然余裕、まあ余裕って相当きついんですけど、まあ、言うて余裕あるやんっていうところで、全然やろうかなっていう風には思っているんで、まあやっぱりですね、まあ、あんまり強く、なんかやっぱり YouTube とかで ICL の配信している方って 2.0 になりましたとかばっかりなんですよ。で、私もそれを見てルンルン気分で言っていたっていうところがあるんで、まあそれを、まあ言ったらですね、まあ、あんまり、この卵子だとできないっていう風な話だったんで、まあ、結局多分ですね、で結構卵子がきつい方で、の ICL の体験談を見ていると 2.0 になったって方もいらっしゃいましたし、まあ、1.2 ぐらいですって方もいらっしゃったんで、私はどっちかというと 1.2 ぐらいですになるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、ただ少なくともメガネとか、まあ、コンタクトよりは少なくとも見えるようになるはずなんで、コンタクトも私もあの世の中のコンタクトの上限を超えてるんであの無理なんですけど、まあ、世の中のコンタクトよりは少なくとも見やすくなると。で、私、まあ、あの卵子の度数が低い、コンタクトも持ってるんですけど、まあ、そのコンタクトでできる上限の卵子矯正しているもので、見るとあのメガネよりコンタクトの方が見やすいなとは感じます。あのものも結構ですねはっきり見えますし、まあ、メガネだとですね、これ分かってくれる方いらっしゃるか分かんないんですけど、なんかのっぴりして見えるんですよ、平面的というか。で、iPhone とかを見てもですね、なんかコンタクトをつけた状態で iPhone を見ると、あれこんな立体的、こんな丸いフォルムだったっけみたいな風に思うこと結構あるんで、なんか画面とかも結構立体的に見えたりとかして、メガネだと結構平面的に個人的には見えるなという風に思っているところがあるんで、まあ、その辺がまあコンタクトに近い状態で、まあ、かなり視力も上がって、まあ、24時間ですね、いつでもその視力をゲットできるって考えるとありなんじゃないかなと思ったんで、まあ、そこに関してはですね、やっていく方針で、明日もう一回ちょっと電話してみようかなというふうに思います。いや、ちょっととりあえず卵子が爆増した件についてはちょっと個人的にははっきりさせておきたいなというふうに思ったんで、まあ、結構ですね、いい先生がいらっしゃるところでやろうと思っているんで、そんな変なことは言われてないと信じたいんですけど、まあ、ちょっと一応そこはですね確認しておかないと、まあ高い金払うんでね、まあ正直多少ちょっとクレーマーっぽくなっても許してくれよっていう感じだと私は思っているんで、まあ、ちょっとですね明日もう一回電話して、まあ直接行っても大丈夫そうなら行ってこようかなというふうに思います。これで今回の動画は以上にしようと思います。まあ、これからも雑談動画もどんどんですね上げていこうかなと思うので、もしよければまあ BGM ぐらい感覚で聞いてもらえると嬉しいです。これからも放置少女の動画じゃないな、まあ放置少女の動画も雑談の動画も上げていくので、
ツイッターの登録、高評価、チャンネル登録、メンバーシップの登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。